インスタグラムでもお話ししたんですけど、ちょっとチェックの呼吸の仕方が気になったので、明日病院に連れてってみることにしました。こんにちは。今回はこの子、チェックが病院に行ってきたので、そのお話をしたいと思います。実はですね、最近この子の呼吸の仕方がちょっと気になっていて、体を揺らしながら呼吸をするんですね。目も少し充血して、目元が少し垂れ下がっていて、なんだろうなと思ってちょっと心配していたので、病院に連れてってみることにしました。私が住んでいる地域では、モルモットとかね、小動物とか、そういう動物の専門医っていうのが近くにいなかったので、ちょっと遠いんですけど、1時間ちょっとぐらいかけてこの子を連れて行きました。で、そこの病院は完全予約制で、犬猫ちゃんも来ない、本当に小動物専門の、エキゾチックアニマル専門の病院になってました。まず心音を聞いてもらって、で、その後に触診をしました。で、この触診の時にね、嫌な予感がするって言われました。ちょっとこのコリコリが気になるなって。モルモットって足の付け根、両方の足の付け根、脇っていうのかな、リンパが張るんですけど、リンパが全部腫れてるって言ってたんですね。で、私も確認してみたんですけど、確かにちょっとコリコリしてました。それで、レントゲンをまず取りましょうかって話になって、で、レントゲン取ってもらいました。極めて高いのは悪性リンパ腫、ただ感染症って可能性も否定できないと、そんな風におっしゃってました。で、早速ですね、その後に選択を3つ迫られました。まず1つが、脇のところのリンパを少し切って細胞を取り出して検査してみる、病気、何の病気かっていうのを確定させるためにやるんだけど、ただ精度が悪いということをおっしゃってました。そこまでやる必要があるのかっていうところが、ちょっと僕は微妙かなとは思うっていうふうにおっしゃってました。で、2つ目が投薬をする、自宅で、まず抗生物質を飲んでみてもらって、で、1週間経ったらステロイド剤に切り替えるっていうことをおっしゃってました。ただこれのリスクとしては、もし感染症の場合だったら抗生剤で効くんですけど、リンパ腫だった場合はその1週間の間に悪化してしまう可能性があるということをおっしゃってました。で、3つ目が他の病院に行ってもらう、私が行った病院も専門医ではあるんだけど、さらにプロフェッショナルな先生がもう一人いて、設備がとても充実しているので、何の病気なのか確定することはできるでしょうってことをおっしゃってました。ただリスクとしては、他の病院に通院しなきゃいけないこと、確かにモルモットって結構敏感な動物なので、新しいところに行ってね、さらにストレスを溜めて帰ってくるってこともあり得るので、またそれはそれで寿命を縮めてしまうってことにもなりかねないと。もう一つのリスクとしては、情熱的なあまりやりすぎてしまうってこともあり得ると、そういうことをおっしゃってました。で、私が選んだ選択肢としてはですね、すごく迷ったんですけど、2つ目の投薬を選びました。抗生物質をまず1週間飲ませるように言われました。今この撮影時2日目なんですけど、薬はすごくうまくいってます。よくインスタグラムの方でシリンジでお薬飲ませてるお宅たくさん見るんですけど、ここの病院の場合は伝えないとシリンジをいただけないのかなと思います。とりあえず粉になっているものを、何でもいいから、野菜とかでもいいから振りかけてあげてみてくださいっていう風に言われました。とにかく何でもいいっていう風に言われたので、その通りやってみてます。でね、ちょっと今日の体調なんですけど、今日の体調ちょっと悪いかなと思いました。昨日帰ってきた、病院から帰ってきた時は割と元気だったんですけど、今日はちょっと呼吸が昨日よりも乱れていて、で、白目の部分もたくさん見えてしまっていて、たまらずかかりつけの先生にメールしました。この薬が効かないんだったらステロイド剤にすぐ切り替えるだろうなと思ってたんですけど、早めにそれができないかっていうことをお伝えしました。そしたらね、いいですよってことで、
ステロイド剤と抗生剤どちらも一緒に飲ませてくださいってことをおっしゃってたので、今日からそのように投薬を始めることにしました。ね、これで良くなってくれることを願うばかりです。ちょっと触ってみてくださいって言われたんですけど、触ってみて確かにコリコリしてて、いつもと違うでしょって言われたんですけど、私その時にハッとしたんですよね。なんか私この子の何を見てきたんだろうなって本当に思いましたね。落ち込んでばかりいられないんですけど、そんな風に思ってしまいますね。ちーちゃんにも伝わっちゃいますよね、そんなこと言ったら。できるだけ前向きにいたいと思ってます。昨日帰ってきて2時ぐらいにお薬早速始めていて、で今もねちょうど2時ぐらいなので、同じ時間にこれから投薬したいと思います。その風景もね動画に収めたいと思っているので、ちょっと見ててください。抗生剤とステロイド剤、この2つ両方あげます。はい、今回チェックにかかった診療代は15,180円でした。 X 線レントゲンが高いですね、やっぱり。あとは初診料がね、当たり前だけどかかってきますね。3,300円、モルモットの診療代この風にかかってます。まだ病院行ったことないって方はぜひ参考にしてください。はい、じゃあお薬の準備をしていきたいと思います。きゅうりをね今日は用意してます。で、かなり深めに切り込みを入れて、この中にね粉薬を挟みたいと思います。昨日はトマトでこの方法でうまくいったので、今日はきゅうりにしてみたいと思います。はい、こんな感じで準備整いましたので、あげてみたいと思います。チェッチェ、はい、おやつです、どうぞ。うわー、すごい勢いだ。うん、よかった、どっちも食べてるね。じゃあこれで様子を見たいと思ってるんですけど、もしね同じように悪性のリンパ腫になったモルちゃんを飼ったことがある方とかいたら、ぜひ情報を提供していただけたら嬉しいです。こうしたらよかったよとか、少しでもなんかできそうなことがあれば試してみたいなと思うので、お医者さんと先生と相談しながらですけど、情報があればぜひコメント欄で教えてほしいと思います。では今日もご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録を、あとインスタグラムもやってますので、そちらもぜひフォローお願いします。インスタグラムの方では YouTube よりも先にお話しできること、ご報告できることがたくさんあると思うので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。それでは